ガズナ朝時代のミナレットガズニーは、アフガニスタンの都市、ガズニー州の州都、人口は27万人。ペルシア語、アラビア語では、ガズニーンゴズニンと、ガズナコツナの双方で呼ばれた。カーブルとカンダハールの間に位置する交通の要所、標高約2220メートルの高地にある、商工業が盛んなほか、農作物の集産地としての役割も果たす。 約130キロ北東にカーブルが位置している。住民はパシュトゥーン人が多く、ハザーラ人とタジク人がそれに続く。古代の地理学者プトレマイオスもこの街をガザカとして記録している。また、闘争の現状が表した大東西域機にもツルシツナとして言及が見られる。旧世紀後半までカンダハールからガズナの地域はザーブリスターンと称し、 特決系と思われる、リトベールという王に代々支配されていた。870年代に、サッファー・ルアッサの子祖やアクーブ・イブン・アルライスが、ザーブリスターンを征服し、ガズナ及びアフガニスタン全域でもイスラーム化が進行するようになった。962年に、サーマーン朝の将軍、アルプテギームが、この地をととして、ガズナーサを建国した。以後、カズナは、 パンジャーブ地方を経て、インド方面へ通じる交易、軍事の重要な拠点として、ゴールアッサ、ホラズムシャーアッサ、モンゴル帝国の支配を受けていた。特に、ホラズムシャーアラウッディーンムハンマドの王子ジャラアルッィーンがガズナを含むアフガニスタン一帯を支配し、この地でモンゴル帝国の侵攻にこうして拒兵したことでも知られている。その後、幾度かの統治者交代を経て、 19世紀後半の第一次アフガン戦争ではイギリスによって攻略され植民地の拠点の一つとなった。20世紀初頭にアフガニスタンが独立を果たすとアフガニスタンに帰属する都市になった。はるかな昔からガズニーはカーブル攻略に欠かせない重要な関門とみなされてきた。経済的にも軍事的にも重要な位置にあるガズニーは かつての目のらむほどのものではなくても、近い将来必ずや繁栄を取り戻すことであろう。ガズニーに現存する重要内積には、ガズナーサの皇帝、マフムード・の病や、アブ・ライハン・アルビールーニーの墓などが挙げられる。ガズナーサの建築物で王子の姿を止めているのが、日本のミナレットである。高さは、約43メートルで365メートル、隔たって並んでいる。 学術的調査によれば、皇帝マフムードとその息子によって建築されたもので、ある。1960年代には、全長15メートルの菩薩像が発掘されている。当時、ターリバーンは遺跡の保護のために係官を派遣してはいたが、アフガニスタン内戦時に、菩薩像は深刻な洞窟の被害を受けている。ありがとうございます。